いや寒いんですよね。はい。時は青空広がってるんですよ。でもね、日陰は寒い。じゃあ日向はどうなんですかね。うん。そこそこ暖かい。でもね、今日の注意点は全国的に北風が強いっていうことなんですよね。やはりね、北風が強いから日差しのぬくもりも感じられない。そうなるとどうするのか、防寒対策は大事。あとはストレッチすることなんですよね。くしくも今日は、まあ、くしくもの意味わかりませんけど、愛妻の日なんですよね。奥さんにプレゼントしよっかな、どうしよっかな、花束サプライズしよっかな、あ、見られちゃった、そんな時あるかもしれないですよね。やっぱりね、サプライズしようとした時に間が悪い時ありますから、そういう時じゃどうするのって言ってたらね、ごまかすしかないんですよ、はい、花束を渡そうとしたら、あ、見られちゃった、見ないで見ないでって言ってたら、もう手の動き早すぎて、もうね、それどころじゃなくなりますから。これの大切なのは、しっかりと肩の力を抜いた状態でこう交互にふにゃふにゃすることなんですよね。そうすると肩周りあったかくなって、結構ね、腕の筋肉とかもあったまるんで、ぜひやってみてください。体を柔らかくして力を抜いて、見ないで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 、あー、あったまってきたさあ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 、でもね、ずっとこうやって立ってると寒いですから、ちゃんとした防寒対策してストレッチして、今週も元気にいきましょう。それでは見ないで見ないでちょっと見ないで